皆さんこんにちは。カモメ放送局です。マリーンズの練習試合も終わり、いよいよオープン戦が始まります。今回は、練習試合での内容と結果を振り返っていこうと思います。早速見ていきましょう。まずは投手から見ていきます。個人的に内容や結果の良かった、アピールに成功したと感じた選手たちと、うまくいかなかった選手をそれぞれ挙げていきます。前回投稿した2024シーズン展望予想の投手編でローテーション筆頭候補として名前を挙げた5人はそれぞれ対外試合で登板していますが、この5人に関しては特に言うことはありません。開幕までに状態を上げてくれれば良いので、今の段階でどうこう言うことはないでしょう。問題は6番手の投手ですが、そこに向けてここまで良いアピールを見せているのはやはり中森投手でしょう。相変わらず奪三振は少ないですが、6回被安打3の無失点。今後もこの投球が続くかは未知数ですが、開幕から週6試合あるゲームが交流戦前までに2回しかないため、ひとまずそこの2試合を投げてくれるとありがたいです。リリーフでは鈴木翔太投手と国吉投手、新加入の吉田亮投手が好印象です。鈴木投手は紅白戦で苦しんだものの、対外試合では三振を量産する力強い投球が続いています。吉田投手も無失点の試合が続いており、個人的には開幕前に支配下登録してもいいんじゃないかとも思っています。国吉投手はまだ登板数は少ないですが、ここ2年苦しんでいた時期を考えるとだいぶ良くなっているように感じます。また、去年頑張ってくれた西村投手、横山投手、沢田投手も今のところは状態は悪くなさそうです。それ以外だと古谷投手と田中投手も良かった印象です。続いてネガ要素。そもそもこの時期にネガティブになってもしょうがないですが、今のところ良い印象があまりない選手たちをピックアップします。と言っても投手陣はあまり悪い印象はありません。先発不足の中で東條投手とも戸前投手の長期離脱はかなりの痛手ですが、全員が開幕から好調である必要はないので、途中からの合流に期待です。強いてあげるなら育成の土師投手と美穂投手が苦しんでいます。同じ育成の吉田投手や古谷投手がいいのもあって、支配下争いから一歩後退してる印象です。ここからは野手を見ていきます。内野陣はポジションシャッフルがあり、藤岡選手、安田選手、中村選手が新ポジションで試合に出続けています。3人とも打撃の調子は悪くはなく、藤岡選手は無双状態で、中村選手も調子を上げてきています。今のところ安田選手以外旧ポジションでの守備機会はありませんが、よりシーズンの起用に近くなるオープン戦が見ものです。また、ルーキーの上田選手が打撃好調。大学時代に見せた勝負強さも本物でした。ショートでの起用が増えそうな神、茶谷選手も元気です。外野で好調なのは藤原選手、岡選手、山口選手でしょうか。藤原選手はずっと試合に出続けており、同僚の成果なのか昨年よりも打球が強くなっている印象です。山口選手は腰痛で出遅れましたが、調子を上げてきています。打球も上がってきて広角にも打てているので、そろそろ1本ホームランも見たいですね。岡選手はホームランを含む長打が出ており、強い打球を飛ばしています。逆にここまで苦しんでいる野手ですが、個人的にはこの5人がちょっと心配です。もちろん、この時期に打てないからどうということはないですが、愛斗選手以外はみんなセンターラインの候補にもなってくるので、やはり期待はしてしまいます。特に心配なのは高部選手で、打撃はともかく、2月、自由に守備につくと言われていましたが、結局一度も守備にはついていません。逆に佐藤選手は、練習試合最後の西武戦では、かなり良い打球のタイムリーを放っていたので、調子を上げてきてるかもしれません。また、この5人に限らずややエラーが多い印象でした。いつもと違う球場だからというのもあるかもしれませんが、去年の夏頃から守備のミスが増えているため、ちょっとだけ心配です。最後に、これらを踏まえてオープン戦で楽しみな要素を5つ挙げてみました。内野の起用方法がどう変わっていくのか、あるいはそのままなのかは気になるところです。また、先ほど挙げた守備のミスに関しても、本拠地に戻って内野は特に改善が期待されます。守備つながりで言えば、高部選手がどのタイミングで外野のどこを守るのかも重要な要素ですね。そしてここまでアピールしてきた若手と2軍で調整を続けてきたベテランや外国人選手との融合です。各中、選手や荻野選手やポランコが合流しますので、誰が抜けて誰がスタメンに入るのかは注目です。また、手術明けの外選手と一時リハビリ組に入っていたコルデロ選手は、ひとまずマリンで元気な姿を見せてほしいです。いかがだったでしょうか。個人的にはそれほど悪くはない練習試合がここまでできてるかなとは思っています。オープン戦になるとお客さんが増えたり新しい応援歌が発表されたりして雰囲気がガラッと変わるのが私は好きです。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、高評価をしていただけると幸いです。それでは皆さん、またの機会にお会いしましょう。